はい、どうも、池です。今日は11月28日の朝です。EXTAV 残すところあと一人ですね。で、もうだいぶ前から皆様は気づいてるとは思いますが、年はっていうね。多分最後の句は、まあ、笹井良樹だと思うんですよね。で、なった時に、まあ、年はっていう話なんでしょうね。で、ツイッターには、まあ、ちらっと書いたんですけど、多分、結局、X の活動で、まあ、年がもう、難しいのかなと、結局。っていうのがあって、X としての活動ができない。じゃあ、ってなった時に、グレイ、ルナシーの力を借りて、3バンドで、メンバーを、まあ、シャッフルするなりして、こう、プロジェクト内バンド、プロジェクト内ユニットを作っての、まあ、イベントや活動をするのかなっていうのをちょっと思ったんですよね。まあ、そうすることによってお互いこう刺激にもなって新しい作品作りにもつながったりとか、まあ、する部分もあると思うし、まあ、アンドモアってなってる通りに、まあ、それ以外のメンバーが集まってきたりとかもするんではないかなと。まあ、ゆかりのあるメンバーだったりとかが増えてきたり、ゆかりのあるバンドが入ってきたりとかするんではないかなと。まあ、例えば、まあ、かなり昔ですが、X がアメリカ行く時に、スリゾーのビザかなんかが取れなくて、どうしようってなった時にサポートとして入ったムックのミアだったりとか、まあ、あと、ヨシキつながりでマリリン・マンソンだったりとか。まあでも、正直俺、海外アーティストは入れてほしくないんですけど、まあそういうのがつながったりとか、まああとは昔のエクスタシーサミットの時のバンドだったりとか、が入ってきたりとかしたら面白いんじゃないかなと、思ってますね。という感じで多分やっていくのがこの、EXTAV なんじゃないかなと思っております。で、まあ、そういった形を取っておけば、年ももし今後、まあ、活動に加われるとなった場合にスッと入れると思うんですよね。まあ、X としてじゃなくても、まあ、このプロジェクトの一員として活動ができるっていうことはあると思うので、そうなっていくのが多分一番普通します。普通っていうか自然な流れなのかなという気はしますね。まあ、のみち今日の8時になれば、まあ、夜の8時になれば、まあ、多分ここで様式が出てきて、なんか追加情報出るのかな。どうなんだろうな。まあ、その辺も含めて、まあ、ある程度情報が出るだろうと思うので、また今日の8時を楽しみにしておきましょう。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。